モンゴルフィエ兄弟。モンゴルフィエ兄弟は、兄ジョゼフ・ミシル・モンゴルフィエ、1740年8月26日から1810年6月26日と、弟ジャック・エティエンヌ・モンゴルフィエ、1745年1月6日から1799年8月2日の二人で熱気球を発明し、世界で初の友人飛行を行ったフランスの兄弟。 その功績から1783年12月、兄弟の父ピエールが、ルイ16世により、貴族にジョセラ、ド・モンゴルフィエ、を名乗るようになった。兄弟は、フランスのリオンの南方アルデシュ県の町アノネーと、母、アンヌ・デュレは全部で16人の子を設けた。ピエールは、長男レーモン、後のレーモンド・モンゴルフィエ、1730、1772年、 後継者とした。ジョゼフは12番目の子で、典型的な発明家気質を備えた夢見がちな、変わり者で、事業には向かない性格だった。エティエンヌは15番目の子で、もっと普通で、実務的な気質だったが、兄たちと喧嘩が絶えず、建築家にするために、パリに修行に出された。しかし1772年に、レーモンが突然亡くなり、 製紙業の後継者とするべくあのネイに呼び戻された。その後10年間、エティエンヌは一家の事業に様々な技術革新を導入する才能を発揮した。フランス政府もその業績に注目し、モンゴルフィエの製紙工場はフランスの製紙業のモデルとして認められるようになった。ジョゼフは1777年頃までに洗濯物を乾燥させるために火を焚いた時、 その上の洗濯物が上昇する気流でうねって、ポケットのような形になることに気づき、熱気球を思いついた。1782年11月、アビニョンに住んでいたジョゼフは、最初の決定的な実験を行った。数年後彼が語ったところによると、ある日の夕方、焚き火を眺めながら当時最大の軍事問題だった、ジブラルタル要塞の攻略法を考えていた、ジブラルタル包囲戦参照。 その要塞は、洋上からも、陸上からも、難航不落だった。焚き火から、燃えかすが舞い上がるのを見て、ジョゼフは軍団を、同じように空中に浮かび上がらせることができるのでは、ないかと考えた。当時は温められた空気が上昇することが分かって、おらず、ジョゼフは物を燃やした煙の中に上昇させる成分が、含まれていると考えた。そのため、 煙をモンゴルフィエのガスと呼んだ。鎮死の末、ジョゼフは細い木材で1メートル1メートル1.3メートルの大きさの枠を作り、側面と上面を軽いた振った生地で覆い、箱のように形成した。何枚かの紙を丸めてその下に置き、点火するとすぐさまその仕掛けが浮き上がり、天井にぶつかった。もっと大きな仕掛けを作るため、ジョゼフは兄弟たちに、 タフタと綱をすぐに持ってきてくれ。そうしたら世界で最も驚異的な風景を見られるぞと手紙を送った。それに従ったティエンヌと共に兄弟で長さを3倍、体積にして27倍にした同様の仕掛けを作った。その上昇力は凄まじく、1782年12月14日に行った最初の実験で綱が足りなくなり、制御を失ってしまった。 上昇したその仕掛けは、約二キロメートル漂い続け、落下すると、お化けが落ちてきたと村人たちの間で大騒ぎになり、破壊された。兄弟は自分たちの発明であることを世間に知らしめるため、公開実験を行うことにした。リンネルの内側を薄い紙三枚で補強した球形の気球を作った。内容量は七百九十メートル弱で、総重量は二二百十五キログラムである。 四つの部分、上のドーム型の部分と、下を三つに分割した部分に分けて作り、1800個のボタンでそれらを繋ぎ合わせている。補強のため羊毛で外側を覆った。1783年6月4日、役人を招待した上であの例にて、最初の公開飛行を行った。袋は1600から2000メートル、推定まで上昇し、2キロメートルの距離を、 約十分にわたって退屈した。その成功はすぐさまパリに伝えられた。エティエンヌは、さらなる公開実験を行うためパリに向かった。内気なジョゼフは、パリには行かず、あの姉の実家に残った。パリでのエティエンヌは、真面目で高潔な態度で、服装と行儀で、謙虚さを表し、ていた。成功した壁紙業者と共同で、エティエンヌは、タフタ記事に、 耐火性を持たせるために明板を含むニスを塗った1060メートル容量の気球を作った。気球は空色で、金色の模様、花模様、王道中に星座の印、太陽があしらわれていた。このデザインはレベイオンの関与を示している。公開実験は9月11日、レベイオンの屋敷に近い広場で行われた。まもなく、上空の大気が、 生物に与える影響についての懸念が生じた。そこで、王は実験台として二人の死刑囚を乗せてはどうかと提案してきたが、モンゴルフェイ兄弟はまず羊とアヒルと鶏を乗せることを決めた。動物たちが生きていれば、上空でも酸素がなくならないとわかるからである。人間が空を飛ぶのは不損ではないかという生殖者の意見があったので、 神罰が下らないことを証明するためだったとも言われる。1783年9月19日、レベイ4気球と名付けられた気球にはそれらの生物を入れたカゴが吊り下げられた。羊は人間と生理学的に近いと考えられていた。アヒルは鳥なので上空でも死なないだろうと見られており、高度の影響よりも気球そのものの影響を見るために入れられた。 鶏はほとんど飛べないので、さらなる影響を見るために入れられた。この時の公開実験は、ベルサイユ宮殿で大勢詰めかけた群衆と、フランス王ルイい16世と、王妃マリー・アントワットの眼前で行われた。気球は約8分間滞空し、3トルほど移動。高度はおよそ4 6 0ルに達した。その後、墜落することなく着陸した。 ベルサイユでの成功を受け、エティエンヌは再び、レベイオンと共同で、有人飛行用の1700メートルの気球製作に取り掛かった。この気球は高さ約75フィート、直径約50フィートだった。表面には再び、レベイオンが様々な装飾を施した。配色は深い青を背景として、金色の装飾が施されている。フルールドリース。 王道十二宮の印、ルイ十六世の顔が描かれた太陽などで荘厳に装飾されている。その下に赤い垂れ幕があり、最下部に犬足が描かれている。1783年10月15日、レベリオンの工場の辞書から綱で経流した状態で試験飛行が行われ、エティエンヌが史上初の気球に乗った人物になったとみられる。同日、が二人目として登場。 ただし、経流した状態だったので、高度は、せいぜい24メートルだった。1783年11月21日、経流していない、熱気球による、史上初の有人飛行が行われた。ピラートル・ドロジェと、フランソワ・ダルランド公爵の二人が登場。パリの西にあるブローニュの森に近いの庭から発進し、二人を乗せた気球は910メートルほどまで上昇し、 パリ上空の9キロメートルの距離を25分間に渡って飛行した。気球はパリを囲んでいた壁を越えて、ビュットオイコール海湯の丘の風車と風車の間に着陸した。着陸した時点でも燃料は十分あり、あと4、5回は飛行できそうだったが、火の粉が飛んで気球表面を焦がしており、気球が燃えることを心配したピラートルがコートで火を消したのだった。 この飛行は一大センセーションを巻き起こし、多数の版画が作られた。背もたれを気球型にした椅子、気球系のオ時計、気球の絵が描かれた陶器なども作られた。1784年始め、リヨンの行政官、後にパリ市長となり、フランス革命の犠牲となったの支援で作られた、フレッセル気球が着陸に失敗し、負傷者を出した。 また1784年6月には、ギュスターブと名付けられた気球に、初の女性が登場した。1766年、イギリスの科学者、ヘンリー・キャベンディッシュは鉄、鈴、亜鉛に硫酸を加えると水素が発生することを発見。モンゴルフィエ兄弟と、ほぼ同時期に、ガス気球も開発されていた。その中心的存在が、ジャック・シャルルとロベール兄弟である。 1783年8月27日、パリのシャンド・マルス公園で最初の水素気球の飛行実験を行った。6000人の観客が料金を払って観覧している。同年12月1日、シャルルとニコラルイロベールが登場しての有人飛行を行い、2時間5分滞空して 36km の距離を飛んだ。シャルルはすぐさま単独でも飛行し、 高度メートルまで上昇した。熱気球とガス気球は競い合うように発展していったが、水素気球は熱気球に比べて効率的だったため、熱気球は一時期あまり使われなくなった。その後の気球に関する世界初の多くはガス気球によるものである。例えば1785年1月7日、ジャンピエール・ブランシャールとジョン・ジェフリーズが 水素気球によるドーバー海峡横に成功した。対空時間の記録を最近塗り替えているのは、ロジェ気球のようなガス気球と熱気球の機能を一体化した気球である。1960年代にアメリカ合衆国のレーブンインダストリーズがナイロン製でバーナーの燃料にプロパンガスを利用するより安全な気球を開発することで、モンゴルフィエ式の熱気球が見直されるようになった。 現在、兄弟が最初の熱気球の公開飛行を行った6月5日は熱気球の日となっている。モンゴルフィエ兄弟の74年前、ブラジルの聖職者、バルトルメウデグスマンが熱気球を発明したと主張する者もいる。その発明について記した書籍がウィーンで1709年に出版され、別の記録が1917年頃バチカンで発見されている。 しかし、ポルトガル5県以外の航空シアは、この主張を認めておらず、特に国際航空連盟の見解とは対立している。モンゴルフィエの製紙会社は、今もあの姉に存在する。1799年に、エティエンヌが亡くなると、その娘アレクサンドリーヌと結婚した義理の息子が、社長を継いだ。1801年には社名を、とし、1807年には、とした。 は今でも高級アート紙などを製造し、世界120カ国で販売している。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。